浮かぶカフェ。浮かぶカフェ。二千二十三年二月十日。こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズンエイトへようこそ。カフェ店主の幸代です。 浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイディアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶことも、かなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。 今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けしますではごゆっくりお過ごしください桐竹本富こと富山のぷかぷか温泉ひとりごと皆さん お元気でお過ごしでしょうか本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして誠に大きにありがとうございます、えー。今は東京のアパートにてぷかぷかを録音しております。そして今日は中日休みです。はい。中日休みなんですが まだ初日が行って、5日ぐらいしかやってないのに、なぜか中日休みです。これはですね、あの、スタッフの方たちのための、まあ、中休みということになっているそうなんで、えっ、ー、と、僕たちの中休みではないんですが、えー、やっぱり、 あの久しぶりの休みなので、えー。とてもそれはそれで嬉しいです。はい。えー、あのー？今のところあのー、無事に東京公演できております。で、僕は今回、あのー、女殺し、アバター国のお菓子というね。こう傭兵というね。 えー、どうしようもないあの男のねあの妹役で出てますはいでもちろん初役なんですけどであのー、今回ねあの思ったのはもう本当に毎日違います変わりますあの自分のセリフ うい以外にもあの思い入れをする部分とかがたくさんあってでもちろんあの相手役ガイドるので相手役の動きに合わせて自分の動きは変わってくるので、えー、一日として同じようになっておりません。ななかなか、あのー そういう役にえっと今まではこう巡り合わなかったので、やはりこうあの短い時間ではありますけど、こう芝居ができる役がついたということに関して、なんかとてもあの嬉しく思っております。だから、あの毎日が違うので、相,相手がの人の動きを見ながら。 今後も自分がどのようにねあのー、できるかというのを試していきたいと考えております。はい。で今日は先ほども言いましたね中指休み中指じゃない中指休みでございますがはいあのー、やはり今日はね目覚まし時計をかけずにね えー、寝ましたでもやはりなんかいつも通りになんか目が覚めてしまうんですけどまあそれを通り越してまあ約1時間ぐらいあの寝坊したかな。でまああの今日はあの生ゴミの日でもあったので9時までに渡さなくちゃいけないこともあるし結局ね、えー、休みなんですけどあの。 起きましたはいで,でなんかいろいろしたいこともあったんですけどあのー、ほとんど家の中にいましたねはいなんかねやりだすと止まらない性格なのであのー、部屋のねあのー 掃除機をかけてしてたらなぜか,か部屋の整理に移ってしまってまあ模様替えですよねあここはもうちょっとこうした方が使いやすいとかそういうのをねやり始めたらもう止まらなくなっちゃうんですよねで結局そういうことをやって気がつけばえー、っと昼の3時ぐらいになってなってましたはい。 ね、本当にまあせっかくの休みなのにね、まあ、でもまあそれはそれであのー、とても楽しい作業だったと思っております。であのー、今ねトルコですっごい地震があるじゃないですか。先ほどもねあのテレビのニュースで見てて本当に。 たくさんのことがなくなったりとか今でも救助活動ついてありますけど、あの前にも話したかもしれないんですけど、僕ね実はねトルコにえっと新婚旅行で行ってるんですよ。しかもあのその時に実は地震にあってます。はい。あのイスタンブールに泊まってる時にえっとその地震にあったんですけど。 まあかなり揺れました、はい、でまあホテルに泊まってたんですけど、まあ、それも現地調達のホテルでその時にあの自分たちで取ったホテルなんですけどね今思えばね結構危なっかしいですけどね。はい、でまずね一番大変だったのは部屋の鍵が開かなくなっちゃったんですよ。っていうのは あの日本式と違うのであのまあただ単に今思えばそのパニックって開けられなかっただったんだと思うんですけど開かなくなってえっとしばらくもう本当にそれでこうとにかくあの鍵を開けなくちゃいけないってことに対してなんかやってましたね。でやっと草開けてであの。 照明もその時はあのついてなかったと思いますであのホテルの人がねあのろうそくを持ってきてくれた記憶がございますはいであのまあ物騒なんですけど、まあ、その後地震があるかどうかもわからないのでドアを開けたまましかも靴を履いたまま寝ましたはいで えー、翌日起きたら起きてまあそのホテルはもうすぐにチェックアウトしたんですけどであのー、僕らはその時そんな大した地震だとは思ってなかったんですよね。でうしたら、あのー、路面電車とか全然動いいてないんで,すよで歩いてたら前からこうちょっとこうあのー、僕らの近い 顔をした人が来てまあ女性なんですけどねでガーッと僕らの時に「日本人ですか?」って聞いてきて「はい」とか言って「実はもう飛行機が飛んでなくて急遽えどっか泊まるホテルがホテルを探してんだけどどっかいいとこありませんか?」っていうふうに聞かれてでまあ僕らが昨日泊まったホテルはリーズナブルで結構安いホテルだったんでそこを紹介しました。 であの別れてなんかえらいことになってるなってのその時初めて僕らもあの現実的になってお店に入ってあのそこはテレビがあったんですけどその映像を見てもとしましたえこんなすごい地震だったのかって思ってですぐにあの家の方に電話をしたり。 師匠の方に電話した時はその時はつながったんですよ奇跡的に。ででもその時一回限りであとは全く電話がつながらない状態でした。であのまあとにかくあの安全を確保しなくちゃいけないっていうことであのその時はもう本当にホテルも。 決めてない旅行だったので、とにかくもうちょっといいホテルに泊まって、ああのねあの地震でも耐えれるようなホテルに泊まろうということで、えっ、ー、と探して泊まった記憶があります。ますはい。だからなんか今回のことはあのすごく他人事に思まいなくて、えー、とても心が痛いです。本当に。 あのね、まあ今とても寒い時期ですからねあの本当に救助されている方も大変だとは思うんですけどえー、ねあのあどう言ったらいいんだろうあのまだあと助かる命もあると思いますので本当に助かってほしいなっていうのが。 切なる願いであります、えー、今日は出来上がった詩を読もうと思ったんですが数例に10分超えをしてしまったので、えー、今日はこれぐらいにしたいと思います、えー、皆さんも、えー、気をつけてお過ごしくださいませ 今年は年の初めから結構忙しくいろいろなプロジェクトをやっているんですけれどもそうですねあの実は2つのプロジェクトが今まで並行して進行しておりましてようやくその1つが先週一段落つきました。えー、ででももこのもう1つののうつつつややが結構大変なやつなので え3月のこれから20日過ぎぐらいまでまた山登りが続いていくという感じになっております。えまあ好きなことをやっているのですからあ文句を言う必要もないんですけれどもそれでも日々雑用といいますかいろいろメールが届いてそれを明日までに何々を。 書いて届け,ま届けないとダメとかねそういうなんか締め切りみたいなのもたくさんきますしその一方で、まあ、クリエイティブなと言いますか、まあ、ゼロから新しい作品を作ったりするという作業が一方で起こっておりますのでえそちらの方もうんまあ未知の世界というか一体全体どんなものがいいものができるのかどうかというそういう。 そこはがともなき不安と言いますか焦りと言いますかそういうものを日々感じながら、えー、まあ暮らしているわけです。えー、でもどちらかというとやっぱり「事務作業が嫌ですすねななんかか E メールとかとと来るくさいなと思い思ます、えー、クリエーション」の方はですねこれはあのー、昔はものすごいストレスに感じましたというのはやっぱり。 いいいいいものを作らななけければいけないというプレッシャーがありまして、えー、そういうなんていうんですかね大向こうを見るというかお客様に喜ばれたいとか誰かに褒められたいとかそういう気持ちがまあかなり9割ぐらいもそういう気持ちいやもっと120%ぐらいそういう気持ちで作っていたのでなんかいつもストレスに感じておりました。そしてだいいた 思ってたのよりもなんか今一つみたいな感じで終わるみたいなでちょっとこうがっかりするっていうそういうパターンが結構長く続いたんですけれどもいつの頃よりかあんんまりそれは気にならなくならくってきたんですねもうその代わりやっぱりこうなんて言うんですかね自分を満足させたいという、えー、何かこう自分を驚かせたい。 驚かすようなものができてほしいというなんかそういう欲求に変わりまして、まあ、それはそれでなかなか難しいところがあって、えー、なんか頑張ってもそこに行けるのか分からないですし、えー、本当にこういいものができた時には自分が作ったんじゃないみたいな感じになるんですよねなんかどこかからやってきてそこにもう当然のような顔をしてできているんですけれども そこまでの道のりは結構あったよなって思うんだけれどもそしてそれは、えー、まあ自分の中からというか一緒に作っている人との関係の中から生まれてくるんですけれどもそうですねまあ一番重要なのは忍耐力かなで焦らないことですかね何かこう化学反応が起こるのをじっと待つ。 何を言ってるかよく分かりませんけれどもそういうような時間というのが実は何かものを作る時間なんじゃないかなとまあ少し前からそんなふうに思い始めました。なのでもの、えー、を作っている時もあまりこう大向こうをどうしようとかいう気持ちはなるべく抑えつつそうですねやっぱりパーッとなんかこう。 うわーっていう気持ちになるようなものができるといいですね。いやまあとりあえず一杯お茶でもよ飲んで、えー、ぼーっとしながらそういうものを目指してまた山登りをしばらく続けて行こうかななんていや温泉行きたいな肩凝るなとか思っている、はい、春の良い,いです。 今日はカフェに現れなかったやんさんこと長谷川徹さんの「やんの歌声喫茶へ」のリクエストは com, U com, または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてやんさんに歌ってほしい言葉や文その他さまざまなお題をお送りください。 そして番組へのご感想やリクエストご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜぜぜぜひ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 お送りくださいそれでは「浮かぶカフェ」また次回のご来店をお待ちしております。